マミヤ・ミチオのシンフォニーでした。ではここで、さっきも申し上げたように、ここに、マミヤ・ミチオさんとそれから林ひかるさんをお招きしていますので、ヤギの会のことなど中心にいろいろ伺いたいと思うんです。で、実はここに富山雄三さんも来ていただきたいんですけども、今日は式台に立っていらっしゃるので、ここに来ていただけないのが残念です。ではそのヤギの会ですが、これ結成はいつ頃でしたかね。正式に結成したのが1953年の秋です。なるほど。ですから今年でちょうど5周年ということになるんですか。そうですか。戦後ですね、いろいろな作曲グループが、できて、これは戦前からやってらっしゃる方が再編成されたグループとか、あるいは戦後に出てきたグループとか、3つか4つあるいは5つぐらいかあったと思うんですが、その中でですね、ヤギの会はともかくも非常にこう明瞭にですね、一つのこう主張を持って出てきた。そういう点で僕たち非常に印象が強いんですけれども、そういった主張というようなことについて林さんからこう簡単にご説明いただけませんか。そうですね、僕らが結成した時に、マニフェストみたいなものを出したんです。宣言というわけですね。でその中で言ってることっていうのは、僕らは日本の国民音楽の創造と発展に役立つあらゆる仕事をやっていきたいと思っているということを言っているわけです。そして国民音楽の発展に役立つっていうと、作曲家であるけれどもオタマジャクシを書くばかりではないということも含まれているわけですか。ですから、作曲をして、それを発表するというだけでなしに、つまり例えば作曲家には作曲家なりの、つまり批評家と違ったその文章の、によるその活動というのはあり得るわけですし、それから例えば、つまりアマチュアのね、音楽をやってる人たち、つまりそういう、音楽、啓蒙ですか。そう、啓蒙というか、つまりそれ、そういう運動に、つまり専門家としての、援助なり活動なりをしていくということ、あるいは、それぞれの立場で演奏、演奏家として、音楽の仕事に参加したり、つまりそういうあらゆるものを含めて、グループの活動としていきたいという、やっぱりあなた方は作曲家であるけれども、その演奏を皆さんね、ピアノも指揮もなさるっていうことがやっぱり非常に大きな特徴で、それは他のグループの連中とも違うところだと思うんですけれども、やっぱりそういった何て言いますかね、そのいい意味でのその職人性っていうものをね、持ってらっしゃるっていうことからも、やっぱりヤギの会の特徴っていうものが出てきてるんじゃないかっていう気がするんですけどもね。で例えばこの間うち林さんが作曲の貴重な時間を割いて新しい中国に松山バレエ団の指揮者として回られたわけだけれども、そういう活動もね、やっぱりその今のような主張から出ているように、お見受けしてたんですけれども、やっぱりそう考えていいわけですか。そうです。でこの場合も何て言うんですか、つまり見物に行くというよりも、つまり仕事をしに行ったわけですね。そうですね。つまり見物した方が、見物のために行った方がね、見物はよくできるわけなんで、つまりその行ったことは行ったけども名所なんてのはあまり歩けなかったと、いうわけなんですけども、やっぱり僕はつまりそういう仕事を持って、お隣の国へ行ったということで、これからの、僕らのグループの活動のためにもいろいろ貴重なものを得てくることができたと思うんです。で今の話にもその日本の国民音楽の創造っていうテーマが出てたんですけれども、この3人の方々はね、いろいろ作風はもう非常に個性的で違うと思うんですけども、中では間宮さんが一番その今の曲を伺ってもそうだし、それから去年 の, 芸術祭の演ぶりですか、あれを伺ってもそうですけども、日本の民族的な素材ですね、民謡やなんかを実際お使いになってらっしゃると思うんですけれども、そういう点で少しそのあなたの創作のこう方針というか態度とか、そういうものを伺わせていただけるとありがたいと思うんですけども、これはね、おそらく3人同じだと思うんですが、さっき林くんが言ったような主張という立場から、考えていく場合に、一つの実例として、おかしいかもしれないけど、バルトークの仕事ということに非常に共感を感じるわけです。ですバルトークの場合にああいう仕事が出てきた、元になってることに、彼が何年かやった民謡収集と整理の仕事があるわけです、でそういうことは、我々もやらなきゃいけないんじゃないかということを僕は考えて、そういう仕事を少し始めたわけです。でそういうものとして出てきたものが、この数年間の
そうやって調べてきた民謡という素材に非常についた仕事が多くなったということなんですが、ね、まあ、あの今までも民謡を使って作曲した方はあったわけですけど、それはまあ例えて言えばその19世紀的なあれであったけれども、はい、あなたの場合はそのまあ20世紀の現代人としてのその、まあ、いわばバルトーク的なね、現代人の感覚でもって民族素材を処理されたと、まあ、そういうふうに考えていいわけでしょうか。まあ、そういうことですね。まあ、もっといろいろお伺いしたいんですけど、時間もありませんからこのくらいにさせていただきます。どうもありがとうございました。じゃあ最後に、林光の変奏曲、これについて簡単にご紹介しておきますが、作曲家の林さんはやはり富山さんと同じ1931年の東京の生まれで、早くから小高久忠さんに、支持され、また東京芸術大学では池内氏に学ばれました。でこれから演奏される変奏曲は1955年の作品で、当時の NHK 交響楽団の指揮者であったスイス人のエッシュバッハが初演して55年度の小高賞を受賞されたものです。では林光の変奏曲、やはり富山雄三さんの指揮です。